ニュージーンズの新曲タイトル、リトは、私も私もという意味だと言います。2023年1月にリリースするアルバムから先行公開されたリトは、映画広告スタジオ、イルカ誘拐団がミュージックビデオを制作し、作詞には、ザ・ブラックスカーズと、ブヒョ、メンバーのミンジも直接参加。新鮮な組み合わせにより、かつてない魅力ある楽曲を完成させました。ミュージックビデオでは、ニュージーンズのメンバーではない、新たな6人目の人物が登場したことや、エンディングで突然消えてしまったニュージーンズのメンバーたち。この2つが、視聴者の興味を特に集めているポイントのようです。リトのミュージックビデオ公開前、HYBE の YouTube チャンネルでは、ニュージーンズ6というティザー映像がアップされました。このことから、今回の新曲では、ニュージーンズ5人だけの話ではなく、6番目の人物が登場することを予想したファンは多かったことでしょう。また、ビデオテープを流す最初の場面では、5人の少女たちが賑やかに登場するシーンと、誰もいないシーンが交差する点、後ろで、微妙な表情で見つめる学生たちの視線。このような点から、ニュージーンズが実体のない人物として暗示されていることが確認できます。そして、リトは、始まりを知らせるビデオテープとともに、両面再生できるカセットテープをコンセプトとした、サイド A、サイド B とミュージックビデオが分かれています。プロデューサー、ミンヒジンは、リトを紹介するとき、バニーズとニュージーンズが繰り広げる意外な話が盛り込まれていること、そしてファンソングであることも明かしてくれました。ストーリーの方向性を先に教えてくれたのです。今回は、リトに登場したそれぞれのキーワードを取り上げながら、その隠れた意味について、一緒に詳しく見ていきましょう。ミンヒジンが語った、バニーズとニュージーンズの話だという設定を入れて解釈してみると、この物語は、ファンとアーティストの関係を比喩していると考えることができます。ヒスは、バニーズ、つまりファンで、5人の友達は、ニュージーンズ、つまりアイドルを象徴しているのです。ちなみに、この場面で、ヒスのフルネームが、バン、ヒスであることがわかります。まるでバニーズを暗示するかのような可愛い名前ですね。カメラの画面を通じて友達を眺めるヒスの姿は、まるでチッケムを撮るファンの姿、あるいは画面向こうのアイドルを見るファンの姿を象徴しているようです。どんな場所でも踊り続けるニュージーンズの姿は、アイドルのステージ映像を思わせます。学校でも、家でも、踊るアイドルの姿を撮るヒス、アイドルにハマっている自分の姿を見た同級生たちは、変人を見るかのような冷ややかな視線で見つめます。それでも、自身が愛するアイドルたちに苦難が訪れた時は、その苦しみを一緒に耐え、自身が大変な経験をした時は、アイドルが力になってくれることで、アイドルは単に好きなアーティスト以上の意味を持つようになります。長い時間彼女たちを応援するうちに、まるで自分も同じチームの一員になったような、心の中には強い仲間意識も芽生えたのでしょう。しかし、ある瞬間、夢から覚めたかのように、突如、ヒスに虚無感がやってきます。彼女たちには、自分一人いなくても関係ないように感じられるその空虚さと、画面の外から、眺めてばかりいた自分は、永遠に近づけないように感じ始めるのです。そうして愛したアイドルと別れることを選んだヒス。彼女たちの姿を撮影したビデオカメラを屋上で投げ捨て、これ以上好きではないと誓うように見えます。それからは、雨が降っても、一人で傘を差して歩き、グループに困難があっても、それ以上一緒に応援しないという意味で解釈できるでしょう。ミンジからの連絡は、ニュージーンズのファンコミュニケーションアプリ、フォーニングを意味しているようです。アプリの通知が来ても無視し、好きな気持ちと、ファンとアーティストの関係の虚しさで苦しんでいるヒス。ここで登場する鹿は、アイドルを象徴していると考えられます。鹿が登場する場面は、雪がいっぱいに積もった空間と静かな廊下の2つで、これは、ヒスの心の状態を表しているのでしょう。冬は、1年の終わりと、その後にやってくる春を象徴しながら、成長の過程を意味しています。大人になるにつれ、好きだったアイドルが、
だんだんと遠く感じていく経験に、ヒスは鹿の目を見つめながら、アイドルという存在の意味をもう一度考えてみます。そして序盤から何度か登場し、アイドルへの一途な心をしきりに奪う存在、つまり動物ではなく人間の異性を選びながら、自然にアイドルという趣味からも遠ざかることとなります。これは鹿がヒスから離れていく姿でも表現されました。ミンジも鹿について、近づきたくても近寄りがたい妙な距離感を鹿の友達と表現してみましたと明かし、アイドルとファンとの関係を想像できます。そうやって時間が経ち大人になったヒスは、もう一度ビデオを再生します。するとビデオに映る彼女たちを見て、アイドルを愛した時間がお互いにとって無意味ではなかったことを知ることができました。リトのミュージックビデオからも、ニュージーンズは一貫したメッセージを伝えていることがわかります。彼女たちが多くの人に愛されている理由の一つは、これまでアイドルを一度でも好きになった人なら誰でも共感できるポイントをとてもよく表現しているからでしょう。今回の新曲もオタクになったことがある人なら共感するしかないメッセージでした。アイドルを好きになり、自分の人生のすべてを捧げ、彼女たちから癒しをもらう日々が、時間が経つにつれ、受験もして恋愛もして就職もして結婚もして自然と遠ざかってしまうものです。しかし年を取ってから、ふと音楽を聴いても当時の場所や匂い、温度を思い出すように、ニュージーンズはミュージックビデオの最後の場面で、当時のお互いにとって無意味ではない幸せな時間であったことを強調しています。ティザー映像のタイトル「ニュージーンズ6」も、ニュージーンズのメンバー5人とファン6人はいつも一緒だということを伝えたかったのだと思います。さまざまな考察が行われている今回のニュージーンズの新曲「リト」、あなたはどんなストーリーを想像しましたか？